皆さんおはようございます。高橋弘樹です。ずるんだね、これ。皆さんおはようございます。高橋弘樹です。ただいまから4月3日日曜日の FM 尼崎デートなシネマ館で収録になります。ちょっと今日はオープニングだけ動画配信してみようかな。マイクのね、位置がね、またおかしい。マイクの位置がですね、非常に難しくてですね、この辺で音を合わせて言うんですが、はいはいはい、はい、こんな感じになっております。ですね、たまにマイクがおかしくて、こうやってやり直しをしないといけないことがあります。気をつけないといけません。今ね、本当は BGM になっております。で、行こうかな。やっちゃおうかな。こんな感じで。ですね、ここか。PA しながらね、喋るっていうので、今日はね、1本目は1人で撮ります。そのオープニングなんか、ちょっと配信見ていただいたらいいかなと思います。9時台これね、頑張って10時10分まで飲まないと。いけない生放送あります。よろしくお願いします。もうすでに間違っちゃいました。すでに失敗しました。頑張っていきたいと思います。この辺でいいかな。この辺でいいですかね。はい、カイドさん見ていただいてますか。ありがとうございます。聞こえてるかなじゃあさっき間違ったんで、これぐらいでこのこれぐらいで音が OK ですね。頑張っていきたいと思います。もしよかったら見とってくださいね。こんな感じでいつもやっております。4月3日のオープニングだけ皆さんに動画で配信したいと思います。よろしくお願いします。皆さんこんばんは。いかがお過ごしでしょうか。シネマコミュニケーター高橋弘樹です。4月3日日曜日、高橋弘樹のレイトなシネマ館でをスタートしていきたいと思います。はい、桜の季節になりました。新年度になりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか、ね、映画の方も春休み映画やってまして、いろんな作品が公開になっておりますけども、また映画館に足を運んでください。今日はですね、どっかのパン祭りではありませんけども、春の高橋弘樹ワンマン放送です。最後までお付き合いください。失敗なしで進むといいんですけども、よろしくお願いします。この番組は車のことならお任せください。スマイル系とムービーズカフェマテリアル谷町の提供でお送りいたします。